茶道塩もやっときたけど、はんべ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 これやってべ、ほんでいかねえ、餌しこたまついてっかんな、バラすなこら。これでいきそうでいかないんですよ。ぶら下がっちゃいましたよ。ぶら下がって終わりなんですよ。スパルクって終わりなんですよ。カーッといけよ、ほら。今日の魚はためらってるね。なんでこんなにためらってる。仕掛け見開いてるよ、完全に。はあ、はあ、この潮だよ、もういかにも。間に合うか。あと10分。野月さん、入ったぞ。そこで半寝ぼんねな。まだ今やっと減ったぐらいだよ。おもりが20号でも重てぐらいだよ。あ、減っていったときテンション変えちゃえば、張っていけ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 ば、よ。いったっぴゃ、ほら、張ってっぴゃ、いったっぴゃ、いったっぴゃ、いったっぴゃ、よし。ほら、間に合った、早えよ。もう、佐々木さんも次行っちゃえば、そっち。餌出しちゃっていいよ。は、待ってらんねえよ。時間がねえ、もう。磯向かいがねえ、覚えねえから。うわぁ、間に合った。また今日もギリだよ。その癖早いかんな。あともう一頭ぐらいしかやらんねえじゃんよ。なぜかそこでストップだ。もうメーター一平だっぺ？いいよ、タマ俺やるからさ、やっちゃっていいよ、釣りしちゃっていいよ、もう一頭ぐらいしかやらんねえから。タマ俺がやる。ああ、いいオスだね。やろうやろう。何？お、いいやつじゃん。あんなに早く食いしててこんなにいいやつかよ。塩がねえとこんだけ釣れねえよ。早っ。巻きすぎだ。巻きすぎだ。いやー、60また超えてますよ。あんな食いしてて64個あんと、これ。ほら、うん、いやー、いいやつじゃん。かー。何これ、ギリチョンだよ、ほら。すごいね。すごいね。虫を8時間。ラストの一投。ほんで、佐々木さんのその最後の一投で食わしちゃえば、それもスバルだっぺ。ほら、もう完全に。はぁ、塩だ、うん。切っちゃってもいいよ、もうほんで終わりだね。もう一投やりてくれだけど、もう一投で仕留めちゃうべ、多分。さあ、仕留められるか。やっと潮が来て、やっと気配が出せたら、なると食っちゃったよ。さあ、かけられるでしょうか。5秒でかけてください。そんな入る？いや、そんな入っちゃうか。今、重り軽くして正解だったね。野崎さんね。まさか20号にするとは思わなかったよ。餌が動かねえ、全然しようがねえから。そんで追っかけてきた魚がこれかよ。わさっぽいよな。普通なら。そら違うべ、多分。さあ、やるか。やれ。かはい、やねったら次いっちゃうべよ、もう。もう、何度でもねえから。絶対連発するよ、これ。今のもすばり食ってたの。かあ、すぐだでよ、これよ。連発間違えねえやで。テンションかけねえ。ほら。かけないとまた寝ようかしようべ。はぁ、気持ちいいほどいっちゃうべ、こんなら。よいしょ、いい連発。最終最後の2連発。綺麗に決まった。
はいよ。これの方がよっぽども絵になるよ。間に合わねえぐらいで。もう一頭やれっかもしんねえ。いいよ、もう一頭やるべよ。野月さん切っちゃったからもう。チンコンカンコンが鳴っちゃうもん。いやー、この潮待ってたんだねよ。潮がねえってのは辛いよな。ほい。オッケー。ほい。もう急ぎ急ぎ、次、急ぎ、次行っちゃおう。そこ。でもまだテンション張ってやんねえとテンションが甘いよな。